おいじゃこれ、兄貴の分です。あ？いや、俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。桐生の兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから、兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないですか。しかし兄貴、もたもたしとる暇はないですけど。しょうがねえな。わかったよ。たまらんの。よりによってなんちゅう場所じゃ。もう行けん。ちーと失礼します。おい。はーい、生き返るわい。あ、なんじゃこりゃ。悪はナグモ。これ一体何のつもりじゃ。違うで、わしナグモじゃ。なで、バカたれ。もう遅いわ。しもうた。な、覆面どうだった？バレなかったろ？それが南雲の頭が途中で熱いて脱いでしもて、せっかくの黒が水の泡じゃ。なんだ南雲、お前根性ねえな。これが俺の最後の頼みです、兄貴。ハルトとハルカちゃんは兄貴に頼めませんか？だって俺みてえなガキよりあの二人もその方が。おやさん。俺の負けだな。なんなんじゃ。動かしたんじゃ。そしたら急にサイレンが。田頭、踊れがこれを。
おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。